マイケル・ジャクソン・ムーンウォーク・ムーンウォークは、足を交互に滑らせ、前に歩いているように見せながら、後ろに滑るストリートダンスの技法である。マイケル・ジャクソンによるパフォーマンスが有名。足を交互に滑らせ、前に歩いているように見せながら、後ろに滑る技法は、ストリートダンスやブレイクダンスのジャンルであるポッピングで用いられており、バックスライドと呼ばれている。元来、 ムーンウォークと呼ばれる技法は、時義のごとく、宇宙飛行士が月面を歩くように、ゆっくりとしたモーションでの歩行のことを指していた。マイケル・ジャクソンもヒストリーワールドツアーのビリー・ジーン終盤などで、ゆっくりとしたモーションでの歩行の、ムーンウォークを披露している。考案者は定かではないが、1930年代に、キャブ・キャロウェイがザ・バズと呼んでいたパフォーマンスは、 バックスライドと同様のものと見られている。また、映像として、最古のバックスライドは1943年公開の映画、キャビン・イン・ザ・スカイでビル・ベリーが披露したものである。ダンサーのジェフリー・ダニエルもダンス音楽テレビ番組、ソウル・トレインでバックスライドを披露しており、同じ番組に出演していたマイケル・ジャクソンに壊れて、バックスライドを伝授した。マイケル・ジャクソンは前後に動くだけだった。 バックスライドを発展させ、音楽に合わせてその場で回転するような動作を付け加えた。重力に反するような動きであることから、マイケル・ジャクソンは改良されたバックスライドをムーンウォークと名付け、ジェフリー・ダニエルをはじめストリートダンサーたちも新しい名称を受け入れた。ムーンウォークが世界的に知られるようになったのは、マイケル・ジャクソンによるパフォーマンスの影響が大きい。 マイケル・ジャクソンが初めてムーンウォークを披露したのは、1983年5月のモータウン25周年コンサートでのビリー・ジーンの感想においてであり、その後、多くの楽曲の PV やツアーにおいて披露している。これを契機にムーンウォークというパフォーマンスが広まった。右足のつま先を立てて重心を置く。右足はそのままの状態で、左足はかかとをつけながら、 後ろへ引く。左足のつま先を立てて重心を置く。左足はそのままの状態で、右足はかかとをつけながら、後ろへ引く。1から4の動作を継ぎ目のないように続ける。要は、片足がつま先を上げながら、もう片足がベタ足で後ろにスライドさせるだけのことによる視覚的なトリックだが、当時は斬新であり、ダンス界にとっては革命的なことであった。 原理的にはシンプルだが、見せるほどのバックスライドをするには、かなりの鍛錬が必要である。革靴など、靴底が滑る靴だとやりやすい。ノンスリップシューズなどで踊るのは困難である。ABC、ムーンウォーク伝授、マイケルの魔法で、社会現象。産経新聞古来日本で行われてきた狂言や、座敷踊りにもある、操りは、これと全く同じテクニックに基づく。 5号連続特集ももいろクローバー Z パーソナルインタビュー第4回アリアス教科クイックジャパンボリューム99大田出版2011年12月10日ありがとうございます